こんにちは。こんにちは。ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。本日は、2024年の新入生向けの、ラケットの紹介ということでヨネックスさんに来ていただいてますので、はい、まず自己紹介の方お願いします。はい、ヨネックスジャパン牧野と申します。よろしくお願いします。さあ今日はいろいろラケットについてお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあそれでは早速お伺いしていきますが、はい、まずヨネックスっていうブランドについて、はい、まだねあのテニスやったことない方も聞いたことないっていう方いるかもしれないのでまずヨネックスについて教えていただけますか。はい、かしこまりました。皆さんヨネックスはですね、1946年、創業の、ラケット、スポーツメーカーをメインにした、スポーツメーカーになっております。新潟県が、発祥の地でございます。なんか勉強してきましたね。いやもうそれぐらいは頭に入ってます、ね、大丈夫です、はいはい、でももしかすると見てる方はヨネックスって、まあ、テニスっていうよりももしかしたらまだバドミントンそうですねのイメージも大きいかもしれないですよね。そうですね、まあ、最近はあのバドミントンの、日本代表とかもね、取り上げられる機会が増えてますんで、バドミントンイコールヨネックスみたいなね、イメージもまだまだ強いんですけれども、でもね実際はまあソフトテニスもあるし、まあ、それ以外でもまあサッカーのそうですね、あとゴルフもやってとか、はい、いろんなスポーツをやってるブランドって考えていいですよね。はい、はい、まあそういった中で公式テニスのラケットもいろいろなシリーズが出てると思うんですけど、まず簡単に、はい、どんなシリーズがラケットあるかなっていうのをちょっと一つずつご紹介いただきたいと思います。わかりました。さあまずはこちらからですね。はい、はいはい、こちらアストレといいまして、まあ、オーバーサイズの、ね、ラケットになりますけれども、まあ、あの飛びに特化した、シニアとかレディースのプレイヤーの方にも、おすすめしやすい飛び重視の、ラケットでございます。そうするとまだ新入生向けっていうわけでもない、ね、そうですね、どちらかというと、はい、もうちょっとやってる方かなと、はいはい、思います。まずこれが一つ、はい、アストレルっていうシリーズと次に、ね、はい、こちらはですねヨネックス一押しの、こちらも飛び系のラケットなんですけど、まあ、どちらかというとパワー、そして E ゾーンって言いまして、一般から初心者の方からそしてプロまで、全ての人に使いやすいパワー系のモデルになっております。そうですね、ここ近年やっぱり一番もうラケット業界の中でも一番売れているシリーズと言ってもいい E ゾーンというシリーズですね。ありがとうございます。これは2つ目、はいはい、そして続いてこちら、はい、赤がトレードマークの V コアというラケットになりまして、まあ、こちらスピンに、特化したラケットなので、まあ、プロの方とか競技者の方から、まあ、あとはですね中高生とか、うん、これからしっかり、テニスやっていきたいよっていう方におすすめのスピン系のラケットになってます、うん、こちらもね人気すごく高いイメージはありますね、はい、お店でもすごく売れている。はい、そして4つ目のシリーズ、はい、こちらが、去年8月下旬に発売になりました緑のパーセプトというラケットです。コントロール系、フィーリング系というラケットで、まあ、素直な、ラケットで、まあ、これも、中高生のこれからテニス頑張っていく皆さんなら、使っていただけるモデルかなと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、こちらが4つ目のパーセプトというシリーズですね。そして最後こちらですね、はいはい、こちらレグナといいまして、ヨネックスメイドインジャパンのヨネックスの技術を、全てここに入れておりまして、まあ、少し高価な、ラケットになってます。はい、まあ、一部でちょっと人気もね、再燃しておりますので、興味ある方はぜひ店頭にお越しいただければと思います。はい、こういったシリーズとしては全部で5シリーズが揃っているんですけど、まあ、どちらかというとこの両サイドのラケットについてはちょっと新入生向けという例えばこだわりのラケットというイメージなので、はい、ちょっとどけておきますね。やっぱり中心になるのはこちらの3シリーズになると思います。はい、さあそんな中で牧野さんが考える、はい、これからねテニスやっぱり始める方、はい、まあ、他の競技やってた方もいらっしゃると思うんですけど、中高生の男の子女の子におすすめのモデルっていうのを、はい、それぞれ一つずつ挙げていただきたい。一つですか。一つ。わかりました。はい、まずじゃあ男の子におすすめのラケットをご紹介いただけますか。はい、男の子におすすめなのは、はい、この真ん中、はい、V コア100に、なります。なんでおすすめかというとですね、まあ、やっぱ男子の中高生、うん、これからやっぱ伸び盛りパワーもついてきますので、うん、まあ、やっぱ
テニスだとコートに入れなきゃいけないので、まあ、その時にですね、飛びすぎちゃうと、まあ、アウトというちょっと失点につながっちゃいますので、まあ、しっかり回転がかかってコントロールしやすいこの V コアを私はおすすめしたいなと思います。そうですね、やっぱり男の子が特にイメージするのって、まあ、速いボールを打つっていうのは結構自分の力で打っていくんですけど、まあ、回転をかけたいっていう願望が結構多いんですよね。そうですね、まあ、スピンをかけて、まあ、相手を下げるっていうイメージがあるので、はい、まあ、それを叶えるラケットとしてはこの V コアっていうシリーズはすごくおすすめだと思います。そうですね、はいね、はい、こちらがまず男の子向けのおすすめのラケット、はい、で女の子にはじゃあどんなラケットがいいですかね、はい、たくさんおすすめしたいんですけど1本選ぶなら、はい、E ゾーンの 100L というラケットを、私は選びたいなと思います、はい、重さが 285g の E ゾーンなので、女性の方そして女子中学生女子高生の方にも、おすすめしやすい、ちょっと軽めのモデルかなと、思います。 E ゾーンってこのパワーありますので、まあ、少ない力でもボールを飛ばしていけますし、はい、なんといってもあの大坂なおみ選手も使ってますの です、ね、はい、あれぐらいのパワーボールももしかしたら打てるんじゃないかなというところで E ゾーンをおすすめしたいと思います。やっぱりプロの選手が使っているヨネックスのラケットっていうのも最近本当に目にすることが多くなってきたと思いますし、うん、E ゾーンでいうと、まあ、大坂なおみ選手代表的なところですし、はい、V コアでいうとね、まあ、西岡選手が使っていることで、はい、日本人選手も比較的使っている率が高いかなと。そうですね、日比野直選手とか、ね、去年ちょっと話題になった望月慎太郎選手も今 V コア100、そうですね、はい、それでも結構見てると海外でもね、そうですね、日本人じゃなくても使っているっていう方多いですから、はい、ぜひそこら辺も見ていただければなとは思います、思いますね、はい、で私がね、いいんですよ、考えるこのヨネックスのラケット選ぶ一番いいところっていうと、はい、まあ、やっぱり日本製のラケットメイドインジャパンのラケットってなかなかないですよね。そうですね、はい、今はうちだけかなと、うん、はい、うん、そうなんです。でそのまあこだわりのラケット作りということで、まあ、当然企画開発から製造まで日本で行って、うん、個体差っていうのも本当に少ないんですよ。そうですね、うん、これから多分部活でラケットを選んでやっていこうとすると、まあ、試合のこと合宿のことを考えると、まあ、同じラケットが2本3本って必要になることも増えてくるかもしれない、うんうんうん、そうした時にラケットってやっぱりどうしてもあくまでカタログ上では平均値っていう形で書かれているので、例えばこの V コアの100っていうラケット300g でバランスが320とは書いてあるんですけど、実際測ってみるとどのメーカーも全く同じにはならない場合っていうのもあります。そうした時にその誤差の幅っていうところがヨネックスのラケットって本当に少ないので、まあ、安心して2本目3本目のラケットを選んでいただけるっていうところはすごくいいんじゃないかなと。そうですね、そこはあの自信持って言えますし、ウィンザーさんだとあの重さ測ってもらえる機械も置いてますん で、はい、ですね、ぜひ実際に、ね、はい、測ってもらって目にしてもらえると、そうですね、重さとバランスとそのスイングエイトというところも含めて見れるかなと思いますので、ね、はい、で実際この、まあ、今日挙げた E ゾーンと V コアと、まあ、パーセプトというシリーズ、これがまあ学生さん中心のシリーズですけど、そうですね、うん、その中でも、まあ、当然この一つずつじゃなくて、はい、重さが違ったりとか、さっき男の子は V コア、女の子は E ゾーンって言いましたけど、もちろん男の子に合う E ゾーンもありますし、うん、女の子に合う V コアもパーセプトもありますんで、はい、まあ、それにプラスしてではないんですけど、まあ、今年もこのウィンザーオリジナルモデルという形で、はい、ありがとうございます、いいデザインで仕上がってますね、はい、そうですね、去年は 280g だけだったんですけど、今年は 280g と、はい、300g ということで、重さをちょっと2種類、そうですね、はい、今年はちょっと2展開、はいはい、そうですね、でそれでバランスについてもちょっと 5mm ずつ手元に持ってきているということで、うんうん、まあ、より操作性を重視したシリーズで作られてますので、ぜひこちらもちょっと注目していただければと、ね、ウィンザーさんでしか売ってないコラボした商品になってますんで、はい、他と被りたくないよって子は、うん、ぜひこの可愛いイゾーン、そうですね、かっこいいイゾーンも使っていただきたいと思います。例年早めにやっぱりここも売り切れてしまう可能性があるので、でね、はい、まあ、ぜひ店頭で見ていただければなとは思いますね、はい、そしてラケットとしては大体今ご紹介させていただいたんですけど、まあ、当然ヨネックス、それ以外にもグリップテープであったりとかストリングスであったりとかシューズであったりいろいろ展開してるんですけど、特にその新入生に向けたシューズ、はい、
をちょっとご紹介いただきたいかなと思います。はい、はい、この前に3つ、用意させてもらったんですけど、うん、ソニーケージ3といいまして、はい、これ全部同じシリーズなんですね。お、はいはいはい、でまあ、ちょっと値段は1万2000円定価のシューズなので、うん、はい、まあ、少しいいモデルになるんですけれども、うん、見ていただけると、アッパーのところにもですねラバーの素材使ってまして、うん、まあ、耐久性も非常に、兼ね備えているシューズかなと思います。やっぱ中高生毎日テニスされる方も今後増えてくると思いますんで、シューズが破れちゃったりとかってすると、まあ、シューズも高くないで、安くないので、何回も何回も変えるとね、保護者の方に負担にもなってしまいますの で、ね、はい、まあ、あえてちょっといいモデル耐久性に優れたモデルを最初から履いてもらえるといいんじゃないかなと思います、うん、そうですね。値段でいうと、まあ、もうちょっと、まあ、高価格帯あったり逆に低価格帯があって、はい、まあ、真ん中ぐらいに入ってくるかなっていうイメージがあるんですけど、まあ、ソニーケージって重さもそれほど重すぎず安定感もありますし、まあ、レディースのこの展開のモデルと標準の幅のモデルと幅が広いモデルとかいろいろ選ぶこともできるかなと思いますので、ぜひシューズの方もお店の方でちょっと履いてね、どんなタイプが合うかっていうのは足型も計測することできるので、ぜひご相談いただければなと思います。はい、あ、1個言い過ぎちゃいました、はい、どうぞ。もちろんこのヨネックスのシューズはパワークッションプラスといいまして、うん、あの生卵が割れずに跳ね返るという、うん、クッションがですね、はい、アウトソールにもミッドソールにもインソールにも入ってますので、うん、まあ、そのクッション性、うん、そして反発の良さっていうのは、非常によく感じられるかなと思うん で、 そうです、ね、ぜひ。よく展示会の会場だと生卵を落としてやってます。いや本当に、はい、やってますんで、お店ではやらなければ僕は全然大丈夫です。はい、はい、といった形でシューズもいろいろ出てます。どうですかね今年2024。いや今年が本当の勝負の年かなとそうです、ね、思いますんで、はい、まあ、ヨネックスの強みはやっぱシューズも、うん、ラケットも、うん、さっき言いましたようにウェア、ストリング、はい、まあ、グリップテープとかね、うん、全てトータルでやってますので、うん、まあ、本当に、皆さんのものが全て揃うかなと思いますんで、使っていただけると非常に嬉しい、ね、はい、ちなみに2023年はやっぱりラケットはヨネックスが一番売れたっていう実績もありますので、ね、安心感を求めて買われる方はぜひヨネックス選んでいただきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。